トイレ、バッティングいきます。バッティングね、あれなんですよ、スイングも教えてる練習法があるんで、まずバットは基本こう打つかこう打つか、どっち、後者、後者、そう、基本こうね、こうね、ダウンスイング、これはもう飛ばないから基本こう打つのね。打つときにこう意識するためにちょっと俺こうやっていう意識をですね、意識して、ここからこういうふうに、ドリルでは基本的にこうやってやるの。はい。でもこれって強制なだけで、これで打てってわけじゃなくて、実際打つときはラインに入れるためにここからで、フライを打つ、基本フライを打つっていう教えをうちのスクールではやってるんですよね。こっから、ね、このままこうじゃない、うん、これがイコールこれね、じゃなくて、こっからっていう。でたまにこうなんかネットを後ろに、ネットを後ろに立って、こっから縦振りをする、こうしちゃうと当たるから、うん、当たらないように、こっからこうやれば当たらないんですよっていう練習もするんだけど、これはあくまでもこうやってやらない人の練習法で、やっぱ練習法ってさ、結構こう大胆にいかないと治らないってのがあるんで、基本的にこうネットに、ネットを後ろ立てて当たらないようにやりつつ、実際打つときはちゃんとまっすぐラインに入れる、こうってよりかはこうやな、こうやって入れる、そうで、腰回すとか言うじゃん、回さない、基本回さない、映ってる、うん、回さない、基本はもうここになんかボールがあると思ってこのままグッと押し込むだけ、ボールがあったら真下に押し込むだけで、ここからバン、振り終わりにグッと行ってもいいけど、振り終わるまでは開かない、 OK、 基本あの丸のような感じ、丸な感じで、振った後にバッと回る、そういう感じで、はい、そう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 、それでそう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 、この年になってね、重要さを知ったね、教えるのってやっぱ大胆に教えなきゃダメだなって、縦振り言ったんじゃん、結構小中学生のチームの監督さんとかはなんだそりゃっつって言う人多いけど、これは俺の中では練習法の一つとしてと思ってて、実際普通にレベルで振るけど、やっぱフライを基本打とうっていう、基本も肘畳んで、まあ、大谷さんがそうじゃないですか、完全にそれを見て学ぼうということで、あ、そう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 、ここからそう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 、1、2、あお、めっちゃ飛んでる、はいはい、おお、おー、飛んだ、ほら、お、やばおせーの、クリチー、ホームのラン、もちゃついく、ありました、もちゃついく、1、2、やばー、おぉ、飛ぶやん、まあ、元々飛ぶバッターだけど、もっとあっちやな、1、2、わぁ、強いよ、ほら、お、すごい、オフェンスほぼすごくないっすか、1、2、ドライブ、ドライブせーの、おっとー、終わってました、ほら出ました、さあ、はい、どうですか、バットと肘を固定することによってラインに合わせやすいっていうのと、力が伝わりやすく感じました、飛んだよね、はい、ここね、うん、これ教えてるんですよ、小中学生まあ小学生はまあできる子そんなまだいないけど、無意識でできたらさ、いいじゃないですか、うん、考えてできるよりか、まあちっちゃい頃からさ、はい、もう基本これだって思えばさ、もうさ、教えることないんですよ、まあそれができたらもっとね、力なくても飛ぶかなって感じました、はい、めっちゃ飛んだじゃん、
いつも低いライナー系多いんですけど、うん、高く上がったのとかいい感じに弾道上がったので、うん、よかったんじゃない？よかったと。よかったんじゃない？よかったです。自分の、ね、今後にもしかしたらいけるかもしれないじゃん。はい、うん、次から頑張ってくださいね。はい、はい、終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。